ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は先日購入したファーウェイの Mate 20 Pro 用のケースを購入しましたのでご紹介したいと思います。なお、この Mate 20 Pro 用のケースというのはセット内容にも含まれていますが、今回はサードパーティー製のものを購入しています。それがこちらになります。ファッションケースという製品になります。こちらは特に手帳型のケースではなくて背面だけを保護するタイプとなっています。では、早速開封して取り付けていきたいと思います。セット内容としては、ケース単体になります。内側にはこのような模様がついています。そして、背面は滑り止め用の斜線のパターンが入っています。本体、左側面は特に何もなく、上側については、センサー用の穴、そして、こちらがマイク用の穴になります。右側については、ボリュームキーと電源キー。そして、下側は、マイクとスピーカー用の穴が開いて、中央に USB 端子用の大きな穴があります。では、実際に取り付けていきたいと思います。特に問題なく取り付けることはできましたが、今回、画面の端まで保護するタイプの保護ガラスを貼っていますので、少し干渉してしまっているところはあります。ただ、ガラスが浮き上がることもなく、実際に取り付けた感じとしては問題ないかと思います。このちょうど端の部分が少しだけ干渉しています。この辺は実用上は特に問題ないかと思いますので、このまま使っていきたいと思います。また、背面については、このケースをつけることによってカメラ部分よりもケースの方が上に来ますので、このように机の上に置いた時など、すべてカメラに傷がついてしまう心配がありません。この Mate 20 Pro、とても高額なモデルのため、カメラに傷がついてしまうと、修理費も高額になる可能性があります。ですので、こういったケースなどをつけてしっかり保護する必要があるかと思います。ということで、今回は Mate 20 Pro 用のケースをご紹介しました。なお、こちらのケース、販売店のリンクをこの動画の概要欄に貼っておきます。価格などが気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。